桜坂のガヤ番長とも言うべき祭り、琴松田里奈さんの盛り上げや味覚音痴などで脚光を浴びる井上里奈さんのオラオラな煽り、そんなメンバーを俯瞰で見ている羽生瑞穂さん、メンバーの中和に役立つ平子、琴増本キラさんの天然ぶりなど、毎週様々な場面で誰かしらにスポットが当たるようになっている。個々がそれぞれの役割で番組を支えており、うまく回っていることがうかがえる。その盛り上がりは前の時間帯で放送されている乃木坂の冠番組乃木坂工事中をはるかにしのぐこともある。では今回は桜坂の冠番組の人気企画4選を紹介していきます。また坂道グループが好きな方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。まずは桜坂あるある発表会です。桜坂あるある発表会ではメンバーの日頃のちょっと変わった言動を挙げ、周りのグループメンバーがあるあると共感できるかでポイントを競う。序盤はひな壇で互いの風変わりな振る舞いや癖を指摘し合っていたが、後半になるとそれをスタジオでモノマネ形式で実演していく。松田里奈さんはダンサーに質問する時の距離が近い森谷茜、原田葵さんは食事の時に何かを振りかける森谷茜、竹本結衣さんは収録前に楽屋で走り回っているテンションの高い松田里奈、森田ひかるさんは関西弁の「知らんけど」を多用する田村ほのといった癖のある言動をデフォルメしてコントのように演じ、笑いや驚きも誘って盛り上がった。松田さんが森谷さんの仕草を変顔気味のモノマネで演じポイントを稼いだ後で、その松田さんの楽屋でのドタバタぶりを竹本さんに真似されるという関係性も笑いを誘った。後半のメンバーによるモノマネには姉妹グループに「前例」があった「あるある発表会」のモノマネの演出はファンが見れば「乃木坂工事中」の「うちは受けモノマネ大賞」を意識しているとわかるもので、さらにメンバーによるオーバーな演技でファンの笑いを誘っていた。モノマネのキャラをつかんだ感じの喋り方がすごく面白かったですね。次は「ノーバディーズフォルトゲーム」です。ファーストシングル「ノーバディーズフォルト」の歌詞にちなんだゲームに挑戦。ノーバディーズフォルト、誰のせいでもないということで、失敗すると連帯責任で挑戦者全員に恥ずかしい罰ゲームが行われた。いよいよ発売されたファーストシングル「ノーバディーズフォルト」に関する企画「ノーバディーズファルト、誰のせいでもない」という意味にちなんで連帯責任ゲームに挑戦。曲名や歌詞に関係したゲームを行っていきます。最初の企画は「鏡に映ったお前は誰だクイズ」。鏡に映したように反転した時計の針が何時何分を指しているのかを当てるクイズ。根拠のない謎の自信がある藤吉さんが答えられるのか気になるところでしたが、そこまで順番が来ずにタイムオーバー。ゲームに参加した尾関さん、斉藤さん、原田さん、田村さん、藤吉さん、山崎さんの6人が激酸っぱジュースを飲みます。とてつもなく酸っぱそうな田村さんやクエン酸をそのままで言ってた時期のある余裕な山崎さんたちに遅れて飲み干した藤吉さんは、土田さんが言うようにまさに耳に水が入った人のように首を振って酸っぱさに抵抗していました。続いてのゲームは同じ答えはノーノーノー孤独チョイスゲーム。お題に対して全員の答えが被らなければ成功。挑戦するのは大沼さん、竹本さん、増本さん、渡辺さん、尾関さん、斉藤さんの6人。最初のお題はジブリ映画といえば思わず「うっ」となりそうな「キキー」という不快な音を立ててペンを走らせる大沼さん、小林さんも思わず「筆圧」とツッコミを入れています。さらに書き終わった内容が見えないようバット真っ白な衣装にホワイトボードを押し当てるもんだから、スタジオの田村さんと同様テレビの前で「あっ」と言ってしまいました。尾関さんが「仮暮らしのアリエッティ」、斉藤さんが「蛍の墓」、渡辺さんが崖の上のポニョをあげる中、大沼さんの回答はダンゴムシ、さらに竹本さんのハウルの動く城に続いて出した増本さんの回答は白雪姫。二つ目のお題おにぎりの具といえばの大沼さんの回答は塩。これはどうなんだという審議の末、藤吉さんのでもダメですよねというコメントもあってチャレンジ失敗。罰ゲームはお題に挙げられる普通の言葉をセクシーに言う罰ゲーム「笑ってポテトチップスの」をしか言えなかった渡辺さんに続いて大沼さん「や、き、に、く、定食」と外国人みたいなイントネーション。続いては大園さん、関さん、森谷さん、原田さん、上村さん、松平さんの6人が挑戦。一発ギャグをかぶらずに披露するのですが、ムーディ勝山をチョイスする大園さんが好きです。
そして一人も被らずに1問目成功。しかし2問目、おでんの具。3問目、森や茜を漢字1文字で。で失敗。罰ゲームは先ほどと同じセクシーな一言。番組の最後には、ファーストシングル収録曲、森田さんがセンターの最終の地下鉄に乗って、がスタジオパフォーマンスされました。白の新衣装で踊りました。この曲は歌詞だけ見ると暗い曲なのかなと思ってしまいますが、メロディと最後にガッツポーズで励ますような振り付けがあるので、違った解釈ができる曲となっています。メンバーの珍回答続出で笑いが止まりませんでしたね。次は、三つどもえクイズバトルです。隠れたスターを探せ、三つどもえクイズバトルが放送された。そこでは新しいクイズスターを探すべく、メンバーたちが竹本結衣さん、井上里奈さん、大園玲さんをそれぞれリーダーとする3チームに分かれてクイズバトルを展開した。竹本さんチームの6人に出題されたのが、昨年秋、北海道日本ハムファイターズの監督に就任した新庄さんが自らつけた名前とは、ビッグなんでしょうという問題。正解はもちろん、ボス、なのだが、ここでリーダーの竹本さんは、6人の中から正解していそうなメンバーを指名することに。だが、そもそも手元のフリップに書くまでにかなり時間がかかり、全く手応えがなさそうなメンバーに竹本さんは、なんでこの問題にこんなに時間がかかってるんですか？とイライラ。仕方なくハブ瑞穂さんを指名したのだが、そんなハブさんの答えは、ハム、まさかの、ビッグハム、という答えにメンバーは大爆笑。続けて竹本さんは、まっすぐ正面を向き、堂々としている大沼明穂さんを指名。だが、そんな彼女の答えは、ハム、ハムの正しい綴りは、ハム、だが、どちらにしても不正解、ビッグハムというパワーワードに、またしてもスタジオが揺れた。さらに尾関里香さんにも答えてもらうと、2人のさらに上を行く、ビチョコ、つまりは彼女は、ビックリマンチョコ、と答えたかったようだが、予想外すぎる不正解にスタジオからは悲鳴が上がっていた。また番組後半では、ポイントがどうしても欲しい竹本さんが、黄色いヘルメットで物ボケを求められた際、そのヘルメットを枕にしてスタジオの床に寝そべり、カスタードの塊で寝る、という即興物ボケを披露し、さざ波のような笑いを誘っていた。ボケが止まりませんでしたね。桜坂のお笑いのセンスはピカイチでした。次は、桜ミーツです。桜坂の新番組、桜ミーツがスタート。井上里奈さん、大沼明穂さん、竹本結衣さん、増本綺良さんの4人がレギュラーとして出演し、芸人と共にコントに挑戦、有名ネタでコラボしたり、番組のために書き下ろされた新ネタにチャレンジするという。地上波番組へのゲスト出演やレギュラー出演も増えてきた桜坂だが、冠番組はまだ、そこ曲がったら、桜坂以外になかったため、今回の新番組の決定は喜びもひとしおといったところだろう。4人は一緒にコントしてみたい芸人を聞かれると、チョコレートプラネット、ジャルジャル、千鳥、平野ノラなどを挙げ、共演者への期待も膨らませた。今回レギュラーとして出演する4人は、桜坂の中で特にバラエティに強いメンバーといえる。例えば、井上さんと竹本さんはファンに、命系の愛称で親しまれるコンビで、そこさく、でも毎週のように活躍する、バラエティ担当の2人。MC のハライチ澤部さんはこの2人に対して強めの言葉でふっかけることも多く、2人はそんな強めのいじりにもしっかりと対応することでプロレス的な展開を生み、スタジオ全体を盛り上げている。この2人に共通するのは、どちらもラジオ仕事を持っているという点だ。竹本さんは、キャッチ。ないのコーナー、竹本結衣の感じてしがリズムを担当し、井上さんは桜坂、こちら有楽町星空放送局でメインパーソナリティを務めている。両者ともトークを回すスキルに長けているため、セリフの間の取り方やテンポ感が求められるコント番組にも適してると言える。特に竹本さんは以前コント番組新しい鍵に出演した経験があり、その際にはセリフ以外のアドリブ要素にも難なく対応、コントとの相性の良さが伺えた。一方で大沼さんや増本さんはグループ内で特に個性的な2人、大不思議のキャッチコピーで親しまれ、予想のつかない言動で視聴者を楽しませてきた。彼女たちを中心に起きた名場面や珍プレー吐かず知れず、まさにグループの起爆剤と言うべき存在である。お笑い好きな一面もあり、最近では大沼さんが今夜は謎トレに出演し、大好きだというクリームシチューと共演、ノートに書き溜めているという上田さんのたとえツッコミを披露し、
番組の盛り上げに一役買っていた。対して増本さんはラビットに1から3月の水曜レギュラーとして出演中。生放送ゆえに当初は緊張が感じられたものの、徐々に現場に慣れてきており、最近では MC のキリン川島さんとのやり取りや末広がりずとのロケで爪痕を残している。これまでもそこ作においてはデスゲームの回でアシスタント役として登場した増本さんが絶妙な演技で企画に良い味を出していたり、漁師の娘として育った大沼さんがハマチの解体ショーや漁船を操縦して自身の特技を生かしたりすることで多くの名シーンを生んできた。であればコント番組でも生かし方次第では彼女たちの魅力を発揮する。櫻坂は今年新たに3期生が加入し戦力をアップさせている。新番組のスタートによってこの勢いをさらに加速させてほしいところですね。今回は櫻坂の冠番組の人気企画4選を紹介いたしました。皆さんの櫻坂の好きな番組企画はございましたか？紹介しきれなかったですが、まだまだ櫻坂の冠番組では面白い企画が日々出てきていますね。これからもそんなクスッと笑える番組でメンバーの意外な一面を知って、これからも応援していけたらと思います。坂道グループが好きな方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。